皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。本日は B レジェンドプロテインカップケーキのちょっと一休ミルクティー風味、早速レビューしていきたいと思います。実はですね、 B レジェンドのプロテインカップケーキの激うまチョコ風味のバージョンを少し前まで発売しておりました。大変ご好評いただきましたので、今回新たに3種類のフレーバーを同時にリリースすることになりました。最近はですね、プロテインを使ったカップケーキっていうのを自分で作っていただく方が増えてるなといつも SNS を見て感じております。私自身も SNS で調べてマグケーキ作ったりすることもあるんですけど、正直私自身はスイーツ作りとかあんまり得意ではなくて、でもプロテインカップケーキは食べたい、そんなお客様にも手軽に簡単に美味しいプロテインのスイーツが作れる商品が欲しいなという思いで開発したのがこちらのB レジェンドプロテインカップケーキになります。今回ご紹介するのはその中の新たに登場する3フレーバーの中のちょっと一休ミルクティー風味をご紹介するんですけども、私自身は今回同時に発売する3種類の中で一番お気に入りのフレーバーになっております。ちょっと一休ミルクティー風味っていつも B レジェンドプロテインをご愛用いただいているお客様ならもしかしたら聞いたことあるよっていう方もおられるかもしれないんですけども、 B レジェンドプロテインの数量限定フレーバーとして大変ご好評いただいているちょっと一休ミルクティー風味をそのままカップケーキとしてお召し上がりいただける商品となっております。でこちらのフレーバープロテインでも大変ファンが多くて、いつもリピートしてご購入いただいているお客様多い商品ですので、ちょっと一休ミルクティーファンのお客様にもぜひお試しいただきたいなと思います。ではですね、詳しい味を早速レビューしていきたいと思います。ちょっと一休ミルクティー風味のプロテインカップケーキ出来上がりました。今回はカップケーキなんですけど、ちょっとお皿に移してこういう感じでも食べれるよっていう風な感じでお見せしています。このままでもいいですし、クリームとかフルーツとか乗せても華やかなスイーツとしてお召し上がりいただけるんじゃないかなと思います。ではですね、早速いただきます。お、うん、本当に美味しい。プロテインを使ったスイーツって自分でやるとパサついてしまいがちなんですけど、今回はパサつかないっていう点に徹底的にこだわったので、かなりしっとりとした食べ応えになっています。フォーク入れたら分かると思うんですけど、この断面もですね、パサパサじゃなくてこうしっとりした断面になってるので、食感でいうとフォンダンショコラに近い食感になってるかなと思います。で特にちょっと一休ミルクティー風味は紅茶エキスパウダーっていうのを原材料に使用しているので、もうチンした段階からすごい紅茶のふわっとした香りが漂っていたんですが、口に入れた時にも紅茶のふわっとした香りが広がってきて、プロテインでも本格的な紅茶葉の風味が感じられたんですけど、このカップケーキという形になってもそこは落ちることなく美味しく食べれるスイーツに仕上がってます。正直これね、チンしてからちょっと少し時間経ってしまってるんですけど、それでもこのしっとり具合でパサつかず食べることができるので、本当におすすめしたいなと思います。自分で作ってもなかなかね、こうしっとりカップケーキが私作れないで悩んでたので、そんな方にもぜひ試していただきたいなと思いますし、カップとお水があれば卵とか牛乳とかが一切いらないので、ちょっと小腹空いたなっていう時に、あ、卵ないやみたいな時って私結構あるんですけど、そういう時でもお水だけあってこうかき混ぜてチンするだけでも簡単に食べられるので、もうぜひお試しいただきたいなと思います。で私は、自分でおやつとして食べるのももちろんいいんですけど、女の子の友達とかに贈り物としても活用いただけるなと思ってますので、そういった使い方もご検討いただけたら嬉しいなと思います。で気になる、ちょっと一休ミルクティー風味のカップケーキの、栄養成分なんですけれども、こちら1食粉の量が 40g になっています。こちら1食あたりでエネルギーが 150kcal、タンパク質が 16.9g、脂質が 1.1g、 炭水化物が 17.8g、 食塩相当量が 0.7g、 カフェインが 48.0mg となっております。これだけしっとりとした本格的な、ケーキという形で食べられて、タンパク質 17g ぐらい取れますし、脂質が何より 1.1g っていうところがもう圧倒的な魅力かなと
思っておりますので、食事コントロールしている方もトレーニングされてタンパク質の摂取量っていうのを意識されている方も気分転換にもなりますので、ぜひご活用いただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。